カンク P 小暮です。よろしく。本日から始まりました年末年始配信祭り2021-2022スタートでーす。トントンがトン。しらけましたね。いいんですよ、スカンクピー小暮としスカソクスカソスカンクピー小暮としては100年ライブボリューム9に当たります。ね、この今日から始まったこう年末年始ね、集まんねえなっていうかね、することねえなっていうかね、仕事で休みは取ったけどやることねえなとかね、いやだからそういうんじゃない、もっとこう価値高い方々もたくさんいらっしゃいますよ。まあそういう方々のためにですね、なんと10組以上のカラオケシンガー女子男子も弾き語りの皆さんも登場するこの年末年始配信祭り、これはすごいね。まあオミクロン株もどこまで行ってるか分かんないけどね。ちなみに今日これは収録してるのは12月12日です、1212、これがまたすごいね、うん、もう置いたからね俺はギターをね、うん、なんたってねバイブスっていう、こうハーレー・ダビッドソンの30年前から続くね老舗、マニア雑誌あるわけですけど、譜面台いいね、譜面台はどうせ行かないんだろうかな、こうマニア雑誌がこれにね、スカンクピー小暮およびですね10月23日に本厚木のサンダースネークというところで、バイカーとロッカーがもう70人以上集まったすんげえ GG ジャムっていう、これは GG ジャムは GG ライダースの13回目の、そういう音楽の祭典なんですけど、それも合わせて両方とも乗りましたですね。じゃーん、あちゃんとバイブスの編集部の方に OK いただいてますんで、ね、じゃらーん、おこれはイガメオーナーが喜んじゃうページだろ、これは。ほら、イガメオーナー、ほら嬉しいでしょ、イガメオーナー、ほら、イガメオーナーのために名古屋女子ですよ、名古屋女子ねえ、ちょっとナンバー名古屋になってる、消してるけどね、一部ね、ほらほら見えない見えないかね、それは別といいとして、おおおお、やばいやばい、あ、これやばいな、これやばいな、よしよし、それでですね、GG ジャムがなんと特集で見開き2ページにわたって探すとないんだけどね、あほら GG ジャムがなんと乗りました、パチ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 乗りましたね、こちらの某マリリン・モンロー女子歌唱ね、こちらの方が主催者の、リーダーよりもでっかく映っちゃって、ちょっとね、
主催者はちょっと発狂気味っていうのがありますが、まあまあこういうの乗りました。そしてですね、なんとスカンクピー国連また2ページか黄色いこう下世話なね、ちょっとこうどぎついというか品のないというかね、ぴったりですね、うん、これ乗りましてね、うん、まあ、 詳しくはね、まだこの年末も売ってるかな、うん、あれだったら取り寄せていただいて、見ていただいておりますが、ハーレーダビッソン専門誌、バイブス1月号、12月11日発売、ね、そして今日が12月12日が収録なんですが、まあ、これでこれが12月11日発売のおかげでね、12月11日結構私はテンションがもう上がりまくってたわけですよ、朝からね。掲載者には無料で1日2日前に届きますからね。それで見てて、もうかなりテンション上がってて、したら倉持店長から、某倉持店長から、スカンクさん明日12月12日午前はお昼過ぎから収録ですけど大丈夫ですかって、ね、連絡が来ました。忘れてました。もうちょっとでその新しいこう、ね、ハーレー・ダビッドソンで旅に出るところでした。旅に出たらね、戻ってきようがないしね、危なかったな。倉持店長どうもありがとうございました。ご連絡いただきまして本当に完全に忘れました。ということで今日の収録はほぼもしかしたら忘却の彼方にあったんじゃないかということで、ね、ちなみに今日はアコースティックタープのシリーズのお日当たりではないんですが、もうこの頃ね、もうお日当たりになっちゃいますね、毎回ね。それでは次のネタがですね、もうちゃんと用意されておりまして、こうやってね、もう譜面を準備するんじゃなくて、ネタを準備するっていうね、もうすごいですね。今日はちなみにこの必ず読みますお便りコーナーはございませんので、ちょっとね、読みます。某ね、ミキちゃんという子からのエピソード披露のリクエストをいただきました。もう時効だよねシリーズの第2弾ですね。ちなみにもう時効だよねシリーズ第1弾は、先月ね、先月、いやこれオンエアされるのが12月だからね、今月か、今月頭の12月5日の、ね、プレミア配信、沖語りのプレミア配信の時に北海道の修学旅行の少年スカピの時のエピソード「飲め!」っていうね、あれが時効じゃねえかっていう、高校生で飲んじゃいけませんからね、本当はね、こんなこと言ったら悪くなっちゃったね。ジムビームのキャップが変わったね、チャイルドロックがついたね、うん、開けた時すぐ分かったよ、あ、チャイルドロックついたな。チャイル3歳のガキでこれ飲むかね、まあ、いいや。それで今回は第2弾、もう時効だよね第2弾ですね。私は実は昔名古屋に2年間、住んでたところがありまして、ちょうど宇多田ヒカルさんがボヘミアンサマーライブで日本全国縦断で、ボヘミアンサマー2000、それをやってる時でしたね。よくあるのがロックバンドとかガイタレのビッグなバンドとか、結構名古屋外しっていうのが結構あったんです。私はそれはもう東京出身の東京生まれですけど、まあ、名古屋に行って、そうやっていろんな仕事をしてた時に、まあ、ラジオ関係の仕事とかしてたんですけど、その時に知っとるか、名古屋外しって有名なんだかってね、なんだそれ名古屋外しって、熊本も行くわ、大阪も行くわ、九州熊本か、もう東京は当たり前だが、札幌は行くわ、名古屋は飛ばすんだわ、仙台は行くくせにとかね、これ名古屋飛ばしという有名な、隠語でございました。まあ、宇多田ヒカルさんはね、名古屋飛ばししなかった。ちょうどその時にラジオの関係やってましたから、
まあ、広告代理店の、スタッフ、ね、スカンクチームと呼んでましたね、オールナイトニッポンバージョンの某オールナイトニッポンバージョンの中京ラジオでですね、スカンク P、スカンク小暮れ、当時はスカンク P がなかったの、スカンク小暮れの夜はこれからっていう番組をね、午前1時から3時にね、やろうっていう、そういう案も出てたぐらいですね、残念でしたね。やってれば今頃売れてたかもしれないですね、売れてたけどここにはいなかったかもしれないですね。売れてないでしょうね、ここにもいたでしょうね、まあ、それはいい。それで、話は元に戻りますが、私が名古屋にいた時に、なんと宇多田ヒカルさんが名古屋飛ばしをせずに名古屋レインボーホールね、その当時ですよ、今が何十年前、20年前、今は違う名前で、もうペイペイドームみたいにね、違う名前になってます。当時名古屋レインボーホールで、結構でかいところで、ちゃんと音響設備のいいところでね、で、チームスカンクがありましたから、広告代理店のね、ラジオのね、スカンクさん、宇多田ヒカル好きなんですよね。お、そうだよ、結婚考えてる。あ、そうですか。じゃあ、名古屋レインボーホール平日なんですけど、平日だったら我々の力でアリーナのすんげえ前の方取れますけど、どうですか。いいね。じゃあちょっと悪いけど、ちゃんと金は払うから、ちょっとさ、取ってくんねえか。いや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 、いつもお世話になってるじゃないですかね。今度は来週の CM なんか、宇多田ヒカルさんの、リリースの後にスカンクさんの、CM かかるぐらい段取り踏んでますから、いいですよ、お金なんか。本当悪いね。じゃあ、まあ後でね、ちょっと埋め合わせするからさ。なんてことがございまして、なんと、名古屋レインボーホール、ね、宇多田ヒカルさんと平日のライブ、行くことになりました。ところが大変だ。まあ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 、まあ、後楽園ってことじゃねえけども、割と、行列ができる。ってんで、事情通のやつに聞いたらね、スカンクさん、レインボーホールの結構入っていくところ、やっぱり橋みたいになってるところがあって、そこでこううまく人をこう狭めるようにできてるから、早めに行かないと、もちろん、もうチケットは取ってあるとはいえ、早めに行かないと、あれですよ、もう最初見逃しとっちゃうしますからねっていうんで、困ったね、仕事は5時半、定時ね。困ったね。私はこう見えてもね、当時はね、5時半で上がるなんてことはね、365日1日もなかった。むしろもう土曜日日曜日も返上してやってたぐらい。その日だけ4時半に上がった。もう携帯切ってメールも来ないようにして、返信もしないよ。もう忽然と姿を消した。まあその後どうなったかはまあ後で申し上げましょう。それで、4時半に携帯を全て電源を落としてね、名古屋レインボーホールに向かいました。ああもうすごい、もう人がいました、たくさんね。もう当時はね、ダフ屋がありましたから、チケット買うよ、チケット買うよ、チケット買うよ、向こうじゃね、チケット売るよ、アリーナあるよ、チケット売るよとかね、そういうもうダフ屋はね、こっちとこっちでどういう供給バランスでやってるんだ、こっちで買ってこっちで売るのかってね、すごいね、うん、売るやつが来ねえだろうっていうね、まあ、買う人は来るかもしれないけどね、まあ、そういう状況で、宇多田ヒカルさんのコンサートのっけから、むしろ舞台をこう準備する最終確認のデッ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 、ね、ドラムドッドンドンとかね、あの今のてってってっていうのは、てってってじゃないですよ、テステステスっていうのをこうてってってっていうんですね。まあ業界の事情通の方は皆さんご存知だと思いますが、それが PSP かからすごい音量でてってってってこう流れるわけですね。あ、懐かしいね、うん、で酒類の持ち込みは禁止っていうか、まあそこで買うビールは OK なんですけど、俺はビールは飲まないんで、まあ、こういうポケット瓶をケツに忍ばせてね、それでパッと出して飲んでまたしまうみたいな、そういう練習をね
前の日にこう鏡を前にしてね、バカですねね、それで行きました。もうね、たまらないね、全曲暗記してたぐらいだったからね、多分一緒に歌ってたと思うね。さあ、これからは問題だ。別に広告代理店にチケット前の方を取ってもらうなんていうのは、まあまあまあ当時であればちょっとしたコネクションがあれば取れる。問題はそれからその後だ。スコックさん、さっき言ってた宇多田ヒカルさんですけど、よかったらなんですが、とうとうこいつがこいつがっていうのはもう一人ね、事情通の代理店の営業がもう一人いたんですけど、営業さんがいたんですけど、こいつがある情報を仕入れてきました。何、どんな、いや実は宇多田ヒカル、宇多田輝三お父さんですね、あと今はねもう亡くなっちゃいましたけど藤圭子お母さん、いわゆる U2 ではなく U3 宇多田3ですね、その宇多田ファミリーが、音声さんとプロデューサーさんとディレクターさんの6人ぐらいで打ち上げをやる中華料理屋を判明しました。それでですね、なんともう勝手に多分スカンクさん OK って言うと思うんで、隣のテーブルを我々4名で予約しました。なのでこの前から前からね、スカンクさん、テルザネのお父さんに娘さんをくださいとかって言いたいって言ってましたから、場合によっちゃね、向こうがちょっと盛り上がってきた頃に、今日はどうもお疲れ様でした、いやーよかった、ヒカルちゃんよかったですよ、あ、お父さんは、あ、テルザネのお父さんどうもいつもお世話になったスカンクピコブレと申します、実は折り入ってちょっとこの場で、失礼なんですが、娘さんをくださいっていうね、そういうシチュエーションをね考えましたね。懐かしいな、事故だからな、こんな。そしてレインボーホール、あ、名古屋レインボーホールのコンサートが終わりました。当然ですが余韻を本当は楽しみたいところですが、もう次のスタッフの方々もう裏口からもう出てますからね、もうすぐ中華料理屋に向かってますからね、ディレクターとプロデューサーと一緒にね、あの U3 がね一緒に同じ車にね乗って行ってますから、我々っていうか、代理店の人は外で待っててくれたんで、もう俺はもう速攻で出ましたね。それで車で、あんまり飲むのが得意じゃない方が一人いたんで、車でですね中華料理屋に行きましたね。忘れもしない名古屋栄のなんていうことない中華料理、町中華ですよ、でも逆に言うとそういうところだから目につかないっていうか、良かったんだろうね、それで我々代理店の人間とスカンクピーコブレアになって、ニコニコ嬉しそうにね、スカンクさんどういうタイミングでテルザでお父さんに言うんですか、ちょっとこう、向こうがね今日のライブ光良良かったねとかね、光良はもうさ3曲目の曲あれ結局セットリスト変えて良かっただろうとかって、そういう結構ライブのことで盛り上がっている時に失礼しますってこう入ってこうって、もうさっきからずっとね妄想してるんで大丈夫ですよ、ね、任せてくださいって、ね、もうずっと妄想してたんですね。で、料理が運ばれてきまして、先にやっちゃいましょうかっつって前祝いですねだと、何が前祝いだっていうね、前祝いですねチーンっつってね乾杯っつって、で30分経ってもね向こうのテーブル、すなわち U3& プロデューサーディレクターが来るテーブル来ないんですよ。しょうがないんで料理持ってくるときにね、ちょっとマスターちょっと呼んでくれる、マスターはい何でしょうか、ちょっとつかぬことを伺うけれども、一応ちょっと聞いてはいるんで、今日その会場から俺たちも来たんだけど、向こうさんの音楽芸能をやってる一家は今日はあちらのテーブルの
まあ、今日興行があったと聞いておりますが、なんせその主役の方の女性の若い方がちょっと喉の不調を訴えて風邪気味になっちゃったということで、明日もあるんで、明日は週末ですから、明日もあるんで今日は大事を取ってキャンセルって言ったの。そうなんですよ、キャンセル来ないの。キャンセルっていうのは来ないということを意味するわけでございまして、まあまあまあ事情は事情でございますからね、まあご贔屓にしていただいております。名古屋に来るたびにご贔屓にしていただいておりますので、別にうちはもうキャンセルどうでもいいわけでございまして、こっちはどうでもよくねえんだよ。これ時効でございますんでね、これ某みきちゃんからのリクエスト、エピソードリクエストでございました。もう時効だよね。まあありえませんが、ありえませんが、もし宇多田ヒカルさんがこれをご覧になっていたら、ぜひねこの辺とか、この辺とかにねコメントをお寄せいただければ大変盛り上がる年末年始、ライブ配信祭りが盛り上がると思います。あざす。これで弾くと思うでしょ、弾かないんだこれは。次に、そうですね、そっか、それで行って、それで行ってこう行くか、ね、それで行ってこう行きますか、あと残り4分、4分か、じゃあ4分だったらこれだな、うん、自分の曲を見なきゃできないっていうのが問題でございますけどね、いいです、いいです、もう差し棒は使わないんで。それもチューニングはちょっと怖いからね、チューニングだけになってね、チューニングやってる、チューニングすると20秒で終わらせてしまうんだよね。今日はですね、いつもと同じギターでございます。しかし、いつもと違うところがございます。それはこの音聞こえますかね、このビヨンビヨンビヨンっていう、ビヨンビヨンっていうね、ビヨンビヨンビヨン、これビヨンビヨンに1分かけるのっていうね、これはイガメオーナーバージョンっていう、そういうビヨン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 、昔クイーンのね、クイーンのブライアン・メイがっていう音を使ったりね、バンヘレンのエディ・バンヘレンがっていう音を使ったりした、まあ有名な話でございますが、これはねえだろっていうね、これは井上オーナーが必ずこうやってるね、まあ、ちなみに長渕剛さんもこういうね、まあ、今日はちょっと対抗してビヨンビヨンビヨンをね、俺もやってみようと思って今日はビヨンビヨンにしたんですけど、ビヨンビヨンの、弱点ね、ソフトケースに入れるときにまるで無駄毛処理をするようにこうやんないとソフトケースに入らない、弱点その2、今度はソフトケースから開けるときにソフトケースのジッパーにこういうのが挟まって、さっき5分ぐらいギターが取り出せなかったっていうね、無駄毛処理とその無駄毛が無駄な作用をするっていうね、
そして、弱点その3、とにかく低音源からやっていって高音源に行くに従って、高音源のこの細い線を低音源のうるさいこのビヨンビヨンの間に入れるのが、まるでばあさんが針に糸を通すかのごとくの大変さ、弱点だらけでございますね。時間なくなっちゃうから、それで、唯一分かりましたのは、やってみて分かったのが、多分ね、長渕剛さんね、分からないけど当時ね、ローディーっていうのはそのスタッフです。ローディーにね、おいちょっとよ、あの弦変えといてくれよ、いや長渕さん弦変えるのはいいんですけど、弦カットしてこう捨てる場所がこれないんですよ。あ、捨てる場所ないの、それはまずいね、あの長渕が変なところにね捨てたっていうのはまずいよね。じゃあ捨てないでさ、あの切んなきゃいいじゃんっつって、それでこういう切んないになったんじゃないかね。それでは酔いつぶれた朝、今日は酔いつぶれた朝、今日はどうもありがとうございました。こけら落とし、年末年始配信祭りの、のろしを上げさせていただきましたスカンピー小暮、今日はこれで終わりにします。酔いつぶれた朝、そこにいないお前、あとは夢中だった、昨日の俺はエナジードリンク見せ終えたホテルの小部屋だが、俺は幸せだったと。どうも、そこにいないお前、昨日の俺は何だったんだろう、薄暗いバーカウンター、お前の瞳に吸い込まれて、ああ